女神めぐり。こんにちは、つくも神のつくもです。今回は私が日本全国を巡って学んだご当地情報をレポートしちゃいます。題してつくもが行く日本全国ご当地めぐり前編。北海道、東北地方から始まりです。まずは海女さんで有名な岩手県から。主様、銀河鉄道で伊伊賀東部を目指しましょう。宮城県、松島屋、綺麗ですよね。牛タンでパーティーもしたいです。福島県、秋風が吹く白川の関を越えてフラダンス。山形県、主様、芋煮は牛肉派ですか豚肉派ですか。秋田県、生ハゲが怖くて寝ねばねえのに寝れねねえ。青森県、ねぶたとねぷたって何が違うんですかね。北海道、ひんなジンギスカン。お次は関東地方のレポートです。東京都、雷門の提灯大きかったですね。神奈川県、横浜、中華街で美味しい肉まん食べました。埼玉県、主様、私たち鉄道博物館には何が何でも行かねばですよね。千葉県、夏のメッセ巡りは定番にしたいと思っています。茨城県、茨城ですよ、ギじゃないので注意です。栃木県、見ざる聞かざる言わざるだとか。群馬県、日本一のモグラ駅。主様、一緒に階段の数を数えましょうね。前編の最後を飾るのは中部地方。新潟県、ツバメと三条って別の市だったんですか。長野県、スキージャンプで目指せ137m。山梨県、甲州のほうとうはもちもちしていて美味しいです。静岡県、富士山の山頂で美味しいお茶を飲みましょう。愛知県、名古屋、ひつまぶしは馬屋で買うわ。主様が好きな食べ方はどれですか。岐阜県、あのニュートリノで有名な。主様、ニュートリノって何ですか。富山県、世界一美しいコーヒー屋さんがあるそうですよ。石川県、金沢駅はすごく綺麗で必見ですね。福井県、サバエといえばメガネです。どうです、似合ってますか。つくもが行く日本全国ご当地巡り前編はここまで。